アワチュンドでございます。よろしくお願いいたします。はい、負けられぬよ、ほいほい、殺せどこせ、シュスを締め込み、バレン付き、ユートロピョに上がったら、牛が戦場もないこと、勝つも負けるも力が問わないよ、裸に戦車と行けけれど、これも三国の花の数、広いお江戸のその中で暮らす力士は数あれど、中に目に立つこの人は今が世にまで二人もの「わしが君さんがで見せたんがいもは昔谷風今だてもよ」「ほかにないぞえしょうがないと」歌われました谷風も余った弟子校の春中で春秋生まれの階段にその習いでんためも離婚相撲の一席をいかがなんやるのか時間まで日本調べてみたら温度の数は山より高き海より深く数あれど中で皆様ご存知の河内温度に浪曲を合わせてしばし皆様の清き鬼におけがしましょう。憧れて江戸へ来まして谷風の弟子に入ったその日から師匠谷風肝入りでそこはそうじゃないここじゃと自由果ての裏表教え込んだる谷風が3年だったこの頃じゃ三番勝負をしたなれば中一番は谷風が負けて喜ぶ親の頃空酔いどこさ空酔いださ猫温度の場所には壁の相撲の大将親方と踊り子一同無理な願いじゃあるけれどうちの為蔵を番付に
してください今口に今まで例のないことじゃ自信があるから頼むのじゃあよほいほいおいやこらせよこいせ七日の相撲に痛めぞがもし一日でも負けたならば嘘じゃない風が腹かき切ってお詫びをしよう。しかも天下の横綱に命をかけて頼まれりゃ野党をかぶり送りかねる。部屋に取り組む人が回り来る師匠谷風梶之助明日のためぞの相手は誰と一目眺めて驚いたこりゃ驚くのも無理はないよその中小さえも一目眺めてたり風がこんなバカな取り組みがあるかい初めて土俵へ上がるためぞと今売り出しの八角が取り組んだそうか俺があんまりためぞの自慢をしたもんだからわざと仕組んだこの取り組みかいおいおいダメためぞはおるかい言われた時にためぞが親方何とご用事でそこへ座れおめえの明日の相手が決まったぞ少々歯応えあるんかいぶつかるんだこのガキャ歯応えどころか強すぎるわい一体相手は小野川部屋の八角じゃが勝てる自信があるかいためぞ言われた時にためぞがにっこり笑って親方勝てる自信があるかと言われたって勝負事というものは弱い者が負けて強い者が勝つと決まっていたら木戸線張ろうって見に来るお客様はおらんのじゃい弱い者でも強い者に勝つことがあるから勝負というのは面白い勝つも負けるも時の運でやってみなければわからんことじゃが親方ほら他の相撲取りの相手の話じゃ明日の相手が小野川部屋の八角ならわしゃ八角の顔を三角にしてでも死んだって負けられねえ意地がこす顔色変えてためぞ何か事情が荒いでかいな親方人として悲しいものか悔しいものか聞いてくだんせ三年前思い出しても涙の種立派な力士にならなけりゃ生きて故郷へ帰るなと
あたりの山猿が花の江戸の真ん中で相撲を取るとは生意気なんだよ。百姓をさらせ帰るとばりやみみずきりとあまりのことの暴言に親方そらわりひで言葉じゃでかい一言言葉を返したらやかましい天下の力士に弁当さんあらあらすこの名前きないものと言ったで俺も腹立ち俺を野川よよく聞けよいくら人気があればとて裸芸者ということだけは必ず忘れちゃならねえぞおよおほいほい威張るなよお前が天下の力士ならば俺も天下の百姓じゃと言えばあまたの弟子どもが寄ってたかって私をはぶつやら蹴るやら投げるやらあよおいおいところへちょうどこの肩よりもどこで飲んだか知らないけれど一歩が高ければ確かにこの良い危険の千鳥足帰り行きました八角が待て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 お前ら大勢寄ってたった一人どついだるけたる何しとんじゃい何ああ何をぶかすんじゃいこの田舎もめ止めてくれると思ったらいきなり吐いた下駄脱いで俺の意見終わったねほら悔しいか田舎もんお前らヤマザルが三年五年のその間に土俵で四国一人前の力士になったその時は浜かりながらがこの八角が江戸の町中を逆さまで歩いてやるぞと生かしたでよほいほいね、仕事で技は知らないけれど力で遅れは取り忘れこの生意気な破格をひとひねりとは思えど嫌にやそうじゃないそうじゃないここで短気を出さずとも回し一つが真剣勝負土俵で敵を撃てばよいと立つからこらえて親方へあんたのもとへ弟子に満たして三年の親も及ばぬご指導の明日はいよいよ初土俵そのまた相手が恨み重なる八角なら放っての裏表揉んで揉んでぞ揉み倒し見事あと今日の真ん中へあの八角を踏み込み行事が持った軍配をばこの雷電と挨拶まではよしや骨身が砕けてもうめっ
他人と今日はおりません。場所今晩ゆっくり寝るがよい。親方ごめんと床の中待つなほど泣く夜明けで、あよこいこい、あやこらせのこいせ。お嬢さんじゃなくやぐらの上でどどんと鳴り出す一番太鼓。やぐら太鼓というものはやたらに叩いているのじゃありません。それぞどの理由がある。一つ打つのは一は万物始まりで、二つ打つのが運の道、三つ打つのが天地人、四つ打つのが四天王、五つ打つのが御用の太鼓か、六つ打つのが六方世界、七つ打つのが八つ八家で九つくよ。どうで時代乱れ打ち、どんがどんがどんがどどんがどんとこい、どどんがどどんがどどんがどんとこい。いざみき電気電気金持って飛んでこい、かのらしゃいやだおたふくこいこい。どどんがどんどんとなりました。あるいは引き分け、痛み分け、栄養もおいおい、早くらせどこいせ。いよいよこれより最悪ですと船が回れば呼び出しが、土俵の上に飛び上がって西と東を呼び上げる。栄養もおいおい、東西より肩で風切る料理騎士が、太鼓腹にと波をば打たして、のしのしと土俵へ上がる。行司式も龍之介が一味政府の軍配片手割って入った土俵の真ん中。大で心で思うよ、でも三年前の割られた二軒のその礼に、今日は一番土俵の砂を嫌というほど食わしてやるから、遠慮さらさず食らうがよいと、ギリギリと仕切りをつけるなら、こちら八角まさえもん、こいつどっかで見た面だと思ったなれば、三年前の田舎者か、こんな信州の山猿に花のお江戸で産声あげた、この八角のまさえもんが、なんで遅れを取るものか、俺の頭突きで目を回すなと、ギリギリと仕切りをつけるなら、つくいき低いき青の呼吸がぴったりやった。はっけよいやと分配引いた、よいしょ、はっはっ、北さんとよいしょと、土壌の真中で料理騎士が火花を散ら
らしてがっぷり組んだところでちょうど時間となりました。お聞き苦しいその中をお叱りもなく最後までようこそご清聴いただきました。世のことわざにある通り春は別れの始めとや、せっかくこうして皆様と親しくお会いできたのにすぐにお別れしますけど、今度再び会う日まで朝寒さに気をつけられて、どうかお体大切に。それでは皆様さようなら。またよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。人間国宝京山幸四若師匠でございました。本当にありがとうございました。